あ、こんにちは。埼玉のシンガーソングライターともと申します。よろしくお願いします。今日もですね、歌ボーカルミックスワーシュを練習されている方に向けてもちょっと練習のポイントのご紹介ではなく、今日はですね、ちょっとちょっと怪しげなテーマかもしれませんが、成長する人のマインドということでちょっとお話をしてみたいと思います。まあ成長する人のマインドってね、まあなんか見るからに偉そうな、怪しげというかね、なんかもう見る気なくなるような感じになると思いますが、まあ特にこの動画をご覧になっている方は、まあ自分で独学で練習されている方がほとんどだと思います。まあ特にレッスン通いながら、まあ、自分でも練習してるって方ももちろんいると思いますし、まあ、いずれにしろ自分で練習するという時間が絶対に必要なのが、まあ、歌音楽であり、まあ、これはまあ他のねいろんな分野とか、音楽以外でもね勉強とかお仕事でもそういう自分で、まあ成長していくという、まあ、自己研鑽という部分が絶対に必要になってくると思うんですが、これがなかなかうまくいかない方、うまくいく方、分かれる部分がある。まあもちろんね、こう自分の時期、気分、気持ちによって、まあうまくいく時期、いかない時期もちろんあると思うんですが、まあ結構傾向としてうまくいかない方は、まあ大体うまくいかない。うまくいく方はまあまあでも、まあちょっと浮き沈みはありますけど、まあなんとか上がっていくっていう、なんか傾向がある気がしています。で、その傾向をちょっと客観的に見ていて、なるほど、これがやっぱり大きな魚っていうのがちょっと見えてきた部分があるので、今日はまあ歌の練習のねヒントの、本当原点的な感じになると思うんですけど、まあ成長できる人の考え方マインドっていうのはどういうものがあるかっていうのをちょっとまあ皆さんとね一緒に考えてみたいと思います。まあ、別にこういう風な姿勢でいけっていう正解だこれがっていうつもりはないんですけど、まあ、私なりに見えてきた成長するできる人できない人のマインドがちょっと見えてきた部分があるのでちょっとご紹介します。まずまあ一番できない、もう成長なかなかできない、これはちょっと厳しいかなって方、まああんまいないと思うんですが、俺には私には才能がないのでって言っちゃう人、これはもうやっぱりもうそこの時点でもう蓋をしちゃってるので、まあそれをね一回まあいわゆるふてくされてもいいので、もう俺には無理だできないって言った次の日だったら分かんないけどケロッとなって練習してる人ももちろんいるので、何だったんだぼやきはと思うんですけど、まあまあぼやくはぼやいてもいいんですが、それで終わってしまう方はやっぱりちょっと成長はなかなかできないかなと思います。なかなかねそうは言っても音域伸ばすとか、まあ、歌唱力を上げるっていうのはうまくいかないことの方が多いと思いまして、私もまあうまくいかない人間でした。まあ今も絶賛練習中ですので偉そうなこと言えないんですけど、まあでもそれでもまあじゃあどうしたらいいかっていうちょっとプラスの転換ができるかどうかで全然変わってくるんですよね。まあ、まあなかなかうまくいかない方にとって、まあうまくいくにはどうしたらいいかっていうのを考えろっていうのは酷な話ですけど、まあでもこれは本当にまあ成長するしないの本当に境目だと思います。根性論的な感じでね、なかなか難しいですが、まあやっぱり自分が今どういう風になりたくてどうしたらいいのかっていうのをちゃんと考えられることが大事かと思います。で、じゃあもう一方で、いやいやいや、うまくいってないけど大丈夫だ、気合だよ、根性だみたいな感じで、とりあえずとにかく元気があるんですけど、とにかく元気はあるんですけど、なんかなかなか成長しない人もなんかもちろんいます。1個目の人のもう俺には私はダメだっていう元からダメだって言ってる人のパターンと今のパターンは、いやいや俺にはできるんだ気合だってやってる人も、このパターンでできる人ももちろんいるんです、伸びる人もいるんですけど、なんか気合だ言ってる割にはそんなに変わらないぞっていう人もなんかいるんですよね。でこれがまた難しいところで、まあ頑張る、気合を入れて頑張るって気持ちはもちろん大事だと思います。ただじゃあどうやって頑張るのか、結局、自分はどんな頑張りが必要なのか、ってこう力を込めて気を貯めるじゃないですけど、そういうことをすればいいわけではないのはもちろん皆さんご存知の通りだと思いますので、まあ気合はもちろん歓迎ですと。ただ気合をどうやって込めるのかっていうところまで、及んでいないと多分成長につながらないかなっていうのが、まあちょっと私も自分のね自分に戒めの気を込めて、お話ししたいと思うんですけど、まあどうやって頑張ったらいいかっていうのが、一番肝になる。まあ、この2つのケースをお話した時点で、まあ大体ある程度答えというか私がお伝えしていくところが見えてきたと思うんですけど、まあ練習していてなかなかうまくいけない、成長できない、音域が上がらないっていう、まあできないという現実壁が目の前に現れた時に、じゃあ自分はまずその壁を乗り越えたいのかどうかを考えます。まあつまり例えば今言ったら音域、この音域を取りに行く、ただその音域まで取りに行けない、じゃあその音域は本当に取る必要があるのか、いやいやよく考えたら自分が歌いたい歌はその音域別に裏声で歌えばいいじゃんって済んじゃう範囲なのか、
いや別にそんなに音出なくても全然いいしって言うんであれば、そもそもその壁は無視していいわけなんですよね。で、まあ、あ、いやその音域は出したい、その音がないとサビがパワフルに歌えないんだっていう場合だったら、じゃあその壁を乗り越えるべき壁ということで、まあ、目標設定しますと。でその目標に対して、じゃあどんな練習が足りないのかってことを具体的に分析分解していく必要があるってことですね。でその自分が何が必要なのか、どんな練習が必要なのかってことを実際に行動、まあ、つまり練習として、まあ毎日の練習、まあ、毎回の練習に組み込んでいけるっていう方が、まあ、やっぱり成長していける方かなっていうのは思います。まあ単純にね、自分が何が足りないのかとか、どんな練習がしたらいいのかっていうのは、まあ例えばですけど、まあ、先生とか、まあ、こういったあのいろんな、ね、動画であのノウハウを喋ってる方いると思うので、まあ、ヒントにしていただくことは非常に大事かと思います。まあ、自分だけでね、あ、思いついたり、考えたり調べたりっていうことももちろんあの大事なので、まあ、それでやっていただければと思うんですけど、まあ、あのとはいえね、こういった動画とか、まあ、いろんな情報はありますので、あのヒントになるものを、自分の、判断材料にして、最終的には何の練習をするかっていうことを選べる人間になってほしいな、私もなりたいなと思ってます。まあ、ちょっとね、あの整理すると、まず自分がまず目標にしているその目標、まあ、いわゆるその壁ですね、なかなか達成できないものは本当に自分にとって必要なのかってことは結構大事です。意外と、まあ、そんなに本気じゃないっていう感覚が自分にあったとしたら、まあ多分やらないと思うんですよね。自分が本当にその音域とか、まあ、自分のこんな感じで歌いたいっていう、こう具体的な目標、こう絶対この音域音程で歌いたいっていうのがないと、多分練習に身が入らなくなると思うので、この自分に問いかける、自分がその本当の、壁だと思っているものは乗り越えたいのかっていうのをまず確認する。でその壁を乗り越えるために何をしたらいいのかっていうことを確認する。まあ練習、必要な練習方法を調べるってことですね。で最終的にはその練習をやるっていうことです。まあやるっていうところが抜けちゃうと変わらなくなっちゃうので、まあこの3つのステップが、まあ、非常に成長されてる方にはまあ、必ず持ち合わせてるところかなっていうのは、まあ、ちょっとね、今日はそこを細かくどんな練習方法がいいのかっていうのは、まあ他の動画でもね、いろいろ喋ってるので、ちょっと今日はここは割愛しようと思いますが、まあ例えば本当一例だけで言うと、まあ音域を広げたいっていうんであれば、本当裏声の練習、声帯のテンションに関わる練習が必要で、声量、声の太さが足りないって方によっては地声、まあもしくは声帯の閉鎖の練習にまつわる練習が必要。例えばあとは、まあ自分の喉の締め付け、まあこう力みがある方はリラックス、もう喉を開くの、こういう動きに関わるまつわる練習が必要。だからその今までこういろんな練習方法がある中で、自分にはどういう改善点があるからこの練習を選んでるっていう、この道筋が見えていないと、もうひたすらある練習も10あったら全部10やるみたいな、まあそれもいいんですけど、やっぱりそういうね、時間も労力もないですし、自分がここを改善したいっていう目的に対して練習を選べるっていう動きがないと、まあ、かなり、まあ、自分のね、まあ、長い道のりですし、練習していて挫折する一番の原因っていうのは、まあ、やっててなかなか伸びないっていうのは的外れな練習してる場合もあるので、まあ、ぜひその辺は今ねちょっと伸び悩んでる方とか、まあ、練習ちょっといつになったらうまくなるんだっていう方も、今一度ちょっと今日のお話しした3つのステップ、自分の壁乗り越えるべきかどうか、じゃあその壁をどうやったら乗り越えてるのか、練習は何なのか、でそれをやるみたいな感じの、まあ、単純シンプルなステップですが、ちょっと今一度ね振り返っていただくと練習の質の改善になるかもしれません。まあ、ちょっと今日は練習の方法、具体的な話じゃないですが、まあ、成長できる人のマインドということでお話をさせていただきました。私もね、自分に戒めるつもりでお話をして、ちょっと胸が痛いですけれども、まあ、一緒にね成長していきましょうと、まあ、歌ボーカルミックスボイス練習される方に向けて動画の方をお届けします。ぜひね、いいねボタン、チャンネル登録、コメントもいただけると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。